ン特製新妻ランチ、満を持してついに今ここに爆誕なのです。ではこの程度当たり前だのひよこまんじゅうです。兄さん兄さん、ステーツ仕込みのランチボックス舐めたらあかんで。その目かっぽじってよーく見さい。漢字で書くと米ライス、つまりこれぞステイツのソウルフーズ。なにその鬼シュート目顔負けの手厳しい評価は。まだフラグ立ってないんだから、全部でハートマーク書いたりするのは先の話ですよ。煮干しね、そのまま乗っけとくと蓋が腐食しちゃうからね。いいから黙って食べんかい。むつみくん、どうやらユンユンを甘く見てるようですね。もちろん乙女チックな甘さは持ち合わせてますけど、ユンユンは見かけによらず、やるときはやる子ですよ。シャレ！そんなゴミ箱の隅ばかりつついてるような性格だと嫌われますよ。もちろん忍ばずの池より心の広いユンユンは嫌ったりなんかしませんが、とにかくひとまず何よりすなわち黙って食べてみてってば。っていうか食え！お弁当に絶望的な顔で箸をつけるのはやめて。気づいちゃった、理解しちゃった。ユンユンの賢さと可愛さと美しさにクラクラしちゃった。これぞユンユン特製サプライズランチの正体ですよ、金田一くん。
他の誰にどう思われようと構わないから。というか微妙に会話が噛み合ってないんだけど。早すぎるよ。もうあと5秒くらいでむつみくんを落とせたのに。そうそう、どうせおかずはここにあるしね。うわ、なにこれ、もつ焼きまで入ってるの。嫌とか言っといて地味にご飯だけ食べるのやめて。あんまりかき回さないでよ。なんかいろいろ混ざってすごい匂いがしてきたじゃない。変なこと楽しそうに口走るな。
だな。女みたいじゃないか。って、待てよ。見たことがあると思ったら、お前最近俺の前に現れまくりの変態だな。ちょっと考え事をしていたら、すっかりお前のことを忘れていたぜ。お前だクオンジ、お前以外に誰がいる。あれだけのことをしておいて、俺の体操を奪っておいて、今さら何言ってんだ。おん。たかが胸ね。たかがねえ。言い訳はもういい。やっぱり一発くらいじゃ足りなかったんだな。さてと、覚悟はいいな。こら、クオンジ！覚えてろよ！